はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の領域と最大最小丸1をお送りします。で、ここからタイトル変わって、まあ、最大最小が入ってくると。で、先に言っておくとこれね、丸3まで続けます、今のところ予定では。で、全部1問ずつやっていく。ただ今回も1問だけで、ね、なのでできそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとね、わかんないと思う方は、今からこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずこの問題、まずじゃないね、この問題の解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょうっていうとこなんですけど、ちょっと勉強関係ないんですが、今、7月の今日21に撮影をしていて、普段ですね、撮影の時クーラー入れないんですよ。まあ、クーラーの音拾っちゃうと嫌だなと思って。なんですが、もう外が38度とかで、うちの今住んでるところ。もうダメだと思って、クーラーが今日から入ります。だから、もしかしたらクーラー音若干拾ってるかもしれないんですけど、ちょっとそこご容赦ください。申し訳ないんですが、よろしくお願いします。で、どういうタイプの問題かっていうと、まあ、XY が今回4つの不等式を満たすと。まあ、4つあるね、こうやって。で、これを満たすときに、x プラス y の最大値および最小値を求めようっていう問題で、これが丸3まで続きます。一応予定だとね。で、ポイントとしてはもうまずこの4つの不等式を満たす領域をきっちり書けるかどうかがポイントで、それを書けないと取れないです、この問題は。だから書いていきます。で、まずね、これ最初2個これ簡単で、 x が0以上でしょ、 y が0以上でしょ。だから第一象限ね、X 軸 Y 軸書いた時の右上だけ考えますよって言ってるので、だから今回軸書く時も、しまった、 Y から書いてしまった、まあ、ちょっとこんな感じで下がった下がってるね、これは下がりすぎな、ちょっとごめんね、真横に書いてるつもりなんですけどね、ちょっと伸ばして、ほい、まあ、ギリ許してっていう感じですね。で、原点がここにあると。で、まずはこの2つはいいですね、もう第一象限で分かってるので、あとこの2つ書いていきます。で、途中式も今回一応書くんですけど、まずこれは途中式関係ないので、あれ変形すると y で x こっち持ってきて3で割ればいいから、マイナス3分の 1x プラス2と。で、もう一個は持ってくるだけでいいので、y 小なりイコール、マイナス 2x プラス7と。これ書いていくんだね。で、どっちから書くかな。分数めんどくさそうだな。こっちが5か。7で下ろしてくればいいんだよね。で、7で、どうしようか。この辺にしとこう。7。で、マイナス 2x だから、x 座標じゃねえや。x 切片か。は、2分の7。3.5 か。それ半分だね。じゃあこの辺にしとくか。よいしょ、ちょっと曲がったけど、あ、もうちょっと曲がったね。で、ここが、2分の7で、これがまずこっちで、それより下だね、こっちの向きだから。で、もう一個がプラス2で3分の 1x だから、x 切片が6か、6、まあ、この辺にしとくか。で、まあこんな感じになります。いいかな、2と6と。で、この2つはさっきも言ったように第一象限、まあ、ここのゾーン全体だと。で、この2つから2つの直線両方下なんだよね。で、もうちょっと大きく書けばよかったなと後悔してるんですが、ここです、つまり。で、領域を一応書いとこうか。領域じゃねえよ、ごめん。境界線ね。境界線を含むと。で、先にこれね、使う使わないの場面もあるんですが、ここ00、原点分かってる。ここ0の2分かってる。ここ2分の7、0分かってる。ここも出しておきます。ここ。で、出しておくと、じゃあ、これも普通に出しちゃうか。で、これとこれの交点なので、ちょっとこっちで計算するか。こっち2倍して、2x プラス
3y イコール6で 2x プラス y イコール7引くと 2y マイナス1だから、うん、違う、間違ったそうだよね、2倍すんだから両方2倍しろっちゅうと、6と12、失礼しました。で、5y と5だから y が1だね。で、y が1なので x が3か。つまりここの交点3の1になります。これ出しておいてください。で、こっからです。じゃあこれ赤で書いていこうか。で、あのね、先にちょっと言っておくと、これ途中式を書かせるタイプの時、まあ、てか中間交差、期末交差の時にね、書かせる先生もいれば答えだけ書かせる先生もいます。で、途中の書き方なんですけど、これは俺が現役の時にやってた書き方をします。で、今の問題集とか参考書を見るともっと詳しく書く。いい。だから俺がね、高校生だったのってもう江戸が一回りしてるので、そう、それだけ昔の話だから、学校の先生の言ってるやつに合わせてください。いい。これで書いたら減点されましたってことも起きるかもしれないので、いいかな。それはちょっと前提で聞いてもらえたらと思います。で、今回4つの不等式だから、まず、4つの不等式を満たす領域は、まあ、右図、まあ、図に書いた通りですよってこと。まあ、これを書いておいて、で、右図だけど、右図の斜線部分まで書いておくか。右図の斜線部分と。で、結局、まあ、この領域、これを満たすときに、x プラス y、これの最大値と最小値を出したいんです。で、これは x プラス y じゃないこともあります。次の丸2とか、丸3はそこを変えるつもりなんですけど、で、ここで、その x プラス y を k って置いて問題を解いていきます。で、これはですね、問題にも k って置いてあるパターンもある、最初から。まあ、それはそれでいいんだけど、で、と置くので、今回は。と置くと、で、y イコールにします。x だけ右辺に持ってくると、こうなるでしょ。まあ、これ直線だよね、つまりね。傾きマイナス1、切片ね、k の直線となってる。で、この直線、今言った y イコールマイナス x プラス k ね。で、この直線と結局、その今右図で書いた領域の共有点を考える。で、そうすると最大最小が出せます。で、共有点より、あとはもう答え書くだけなんです。で、どう考えていくかっていうと、今これって分かってることが傾きマイナス1です。つまり、まあ、きれいにこういう感じね。45度でも傾きの。で、切片は K なので動きます。つまり、これちょっと色変えようか。もちろん原点を通れば傾きマイナス1なのでこんな直線です。で、こっちからどんどん上っていく感じ。こう上っていくし、こう上っていく。で、下から上ってきて、こう直線がね、だんだん。最初にぶつかるところ、そして最後にぶつかるところが最小値、最大値になります。で、今回下から上っていくと、最初にぶつかるのはここです。原点でぶつかる。で、最後にぶつかるのどこかっていうと、こっちの直線、傾きマイナス3分の1です、ここには。で、こっちの直線、マイナス2です。だから、最後にぶつかるのは、この3の1のとこでぶつかります。いい。このタイプの問題で一番簡単なパターンはここです。もう見た目で分かる、ぶつかるところが。最初に原点ぶつかって、最後にこう尖ったとこでぶつかるよっていう。でもそううまくいかないです。毎回そうではないからね。けれど、今回はそこでぶつかるので、最初にぶつかるここが最小値。最後にぶつかるここが最大値なんです。だから、まず最大値から書きますけど、で、これ、最大値および最小値なので、最大値と最小値書けば丸になるかもしれないんですが、基本的に x と y の値を書くべきだと思っている人なので、今回は書きます。で、まずここ。3の1を通った時でしょ。つまり、x が3、y が1の時なんです。
なので x イコール3で y イコール1の時に最大値を取ります。で、x が3、y が1で最大値いくつって思うんですけど、これ超簡単で、結局 x プラス y を出したいんです。これ x が3、y が1なんでしょ。3たす1でもちろん最大値4です。で、最小値は原点の時、これは x も y も0の時なので、 x が0、y が0の時、最小値0たす0なんで0と。これが答えになります。いいかな。ちょっとね、図がちっちゃかったんでね、見にくいかもしれないんですが、ひとまずこういう感じでやると思っておいてください。すごく有名な問題なので。いいかな。では今回は高校数学数2の領域と最大最小丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言ったように丸に丸3にちょっと続けていきます。次回も1問だけなんですが、すごく似てます、これと。ほとんど同じタイプの問題けど、ちょっとまた気をつけるところが出てくる問題なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。